フがけをしててですね、あのー、フェルトディスク、フエルトの部分がですね、剥がれかかって、私これ前に使ってて一回飛ばしたことあるんですね。それでまあ使ってなかったんですけど、今回またちょっと使ってみたら、やはりこう剥がれてきて、もう少しで吹っ飛ぶところでしたで。私のグラインダーはですね、回転数調節タイプなので、低回転でね、使ってたので大丈夫だったんですけど、 もしこれ高回転で使ってたらね多分もう間違いなく吹っ飛んでたと思うんですよ一万ね何千回転なんかで回ってて飛んだら本当危ないのであの皆さん十分気をつけてくださいで私このグラインダーおすすめですねこれはですね回転数調節できるのでアルミの鏡面加工なんかするときにあの熱をあまり持たなくてねあのアルミ自体があのいいかと思います焼けとか少ないんでね この調節タイプ、あのー、おすすめですねで。これ下の概要欄にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。どうも見ていただいてありがとうございました。